ランウィッシュオブジェ希望の翼はグランフロント大阪を訪れてくださった皆様一人一人と共に作るメッセージオブジェです。羽型のカードに皆様のウィッシュ希望や願いを込めたメッセージを記入いただいてオブジェに貼り付けていただいております。本日この場で2組の代表者にメッセージカードを貼り付けていただいて世界に一つだけのオブジェグランウィッシュオブジェ希望の翼の完成を皆様と一緒にお祝いしていきたいと思います。どうぞオブジェの前にお越しください。どのような感想があるかお聞かせいただけますか。年齢幅広い方がこのイベントに来てくださっているのが嬉しいですし、その羽が飾られていることがやってよかったなって思ってますメイクした上からさ、メイクのさ、書いた、はい、メイクがしたいって書いたって、あ、メイクがしたいと書いてくれたんですね。グランウィッシュオブジェ希望の翼最後のメッセージが飾られます。それでは参ります。3、2、1。ただいまグランウィッシュオブジェ希望の翼が完成いたしました。お二人ありがとうございました。グランウィッシュスチューデントコレクションはデザイナーおよびファッション人材を育成する大阪文化服装学院より学院が誇るクリエーションの最高峰学科スーパーデザイナー学科の2年生がウィッシュ希望や願いをテーマにオリジナル作品を制作しました。ここからは皆様の投票で選ばれた上位3作品をご紹介していきます。一番の目玉というかこの襟のステッチとあとここにもステッチがあるんですけど、そういうところは結構時間もかかって大変でしたやっぱり言葉の力ってすごいなっていうのに気づいて、愛情や思いやりなどが溢れた言葉でこの世の中が埋まったらいいなって思ってこのデザインをしようと思いました。まずたくさんの方が私のデザイン画に投票していただいて嬉しい気持ちと感謝の気持ちがいっぱいです。今回のテーマがプレゼントで家族との思い出といった通りに印刷しているプリントが家族の好きなものだったりこの家で飼ってる猫をオリジナルプリントして作ったところがとても気に入っています。